死者がどこへ。 のです。
のですね。
物資殿には会われましたか。ああ、あれは。はい、留飲は。しかしそれは常なら繰り返せばやがて淀みがあふれ、その病を知りながらそれを止められなかったわ。すみません。その理由がいいよ。わかりません。まずは死の残した記録を当たってみます。頼む。この氷弾。はい。あなたが気づいてこの氷つきた。くすし氷種。はい。やあら手に。わ。竜害を治す。まずは狼とほんの眉間の九郎様の。ではまた。おお、狼よ、新たな手がかりを見つけたぞ。石じゃ。石とは。これを見てくれ。これは源の子を求めた者が好奇を放つ石が待つ、うん、どうした狼。そ、もしや源の子。あ、この石。おお。はい、かぐわしく、そう書かれておる。腰、それは岩戸の奥の、うん、まあかぐわしく、九郎様、あの場は。そうか、かぐわしくとは源の好奇をまとうこと。それをさ、ああ、そうだ、私の方、新たに必要な子。それは流飲の巫女の九郎さんですが。ああ、だが源一郎殿の居室で何か。ひとまずさて、我がエマ殿に聞く。うん、確かに。狼。不思議に。それが。はい、先方寺の落ちの巫女。落ちの巫女。先方寺の者、その末に生まれ、それが偽りの流飲。待て。はい、多くの落ちの巫女。流飲は不死立ち御意。私の血も我が血を流すエマ殿に。なあ、そなた。いいえ。そうか、かすかだが。お主の。はい。巫女様の血。何故戦況に不死立ちを。そのためにも。そう、確かに。ですが不思議。はい、こちらを。タケル様。はい、不思議流飲の巫女の身に来。わかった、これで不死立ち。巫女様にも。はい、巫女様。おう、そ、はい、何やら。そして。おう、ただあの香り、うん、うん、どうした狼。あの嗅いだことが。おそらくは。そういうエマ殿が昔、それが関係あるやん。狼。はい、どうじゃった。不思議りなら。そうか、不思議りならば。はい、うん、不思議りは本触りがあるやん。こうおたく。うん。そ。戦況に至るための子、狼よ。香炉に残っておったのは、じゃが、エマ殿ならば、しろ。行くか、狼よ。は。お主にと。はい。城の裏手。トコザクラのタケル様が。つまり戦機。はい、春に限らずですが、枯れてしまった。何故。枝を倒り花をなくし、トコザクラの狼ほんの眉間のし。エマ殿に。おう。その桜は。ですが。そうか。ですが何者かが、うん、失われた、持ち去られた枝にしても、先に他御意。
戦況にいた狼よ。行くか、狼よ。はっ。Shit! Shit!
それが不思議りか。赤炉、抜けぬとは。奥の院の不思議りは、お主のような不思議りを抜き、私も。の不思議りがあれば、まこと、何が、その何を切るか、よく見定めてから。お主、わしのやった酒をわしに飲めというのか。気に入った。もらおう。やはりこれじゃ。時にお主、源一郎はどうじゃった。どう。刃を交えたのじゃろう。ただ強かった。そして異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。それはのう、源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは巴。あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。これを。お主、わしのやった酒をわしに。とやたそとげなとまあやみぬこの酒を。おお、赤炉、気が利くな。おお、猿酒ではないか。かあ、火を吹くとはこのことよ。お主、この酒の別の名を知っておるか。知りませぬ。知らぬか。こいつはな、修羅酒とも言う。
昔わしは修羅を、いや修羅のごときものを斬ったことがある。それは一体？斬り続けたものはやがて修羅となる。何のために斬っていたか、それすら忘れ、ただ斬る喜びのみに心を囚われるのじゃ。お主の目にも修羅の影があるぞ。せいぜいわしに斬られぬよう肝に銘じろ。はっ。これを。はあ、龍泉か。でかしたぞ、赤炉。たまらぬ。この龍泉をわしが手に入れると、嗅ぎつけたバカ者どもが飲ませろと集ってきたものじゃ。バカ者ども、酒飲みながら十文字槍を手放さぬバカ者に、人の酒を現実でかすめ取るバカ者、杯片手に作りかけの義手をいじっておるバカ者、それからでかい図体ですぐに真っ赤になる見かけ倒しのフクロウもな。それはお主の父もまたバカ者じゃったわ。
忍びのお方、頼んだものを持ってきていただけたのですね。ああ、しかとお受け取りしました。これで施術がまた一つ進む。きっと師匠は手放しで喜ぶでしょう。だが私はどうだ。師匠のような心持ちにどうしてもなれぬ。道順、この未熟者め。ああ、お気になさらず、忍びの方。役目は必ず果たします。これも足のためなのだ。忍びのお方、謝礼です。こちらをお納めください。これで落ち水の施術は師匠今お持ちします。もしやそれを私に使うというのですか。そうでしょう。お主がなるのだ。おやめください。やはりこれはもはや井戸からは外れております。何故このようなことを。落ち水に見入られてしまわれたのですね。我が師よ、答えてください。答えてください。師匠、なぜか、なぜ答えない。答えろ道作。道作答えてください、師匠。なぜだ、なぜ答えない。答えろ、道作。
我が死よ、なぜだ、なぜ答えない。同作、同作、同作、答えろ同作。交代の刻限なぞ、だーれ。Thank you.
Thank you.